皆さんよ、ハーバンはユハイユーチャンネルハイです。ということで、今回なんですけれども、昨日のね、第4回ユハイ公認大会で優勝したね、まあ、デッキを使っていこうかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、デッキ紹介の前にですね、一つだけ皆さんにね、謝らないといけないことが、ちょっとあるなと思いまして、ちょっとね、お時間、ちょっとだけね、3分もかかんない、1分ぐらいね、ください。昨日のね、第4回ユハイ公認大会なんですけども、エントリー時間をですね、30分延長しまして、まあ、レベル4がね、目前だったので、30分延長してですね、まあ、開催することにしました。まあ、そのことによってね、日曜日の忙しい時間にですね、まあ、8時から8時半に延長したことによって、皆さんのね、都合がつかなくなってしまったり、予定がね、狂ってしまったこと、本当にね、申し訳なく感じております。本当に、すいませんでした。ツイッターとかのね、まあ、ツイートだったり、DM でもね、結構いろんなご意見来まして、まあ、次回からはですね、できるだけ延長しないように、まあ、していこうというね、まあ、話し合いにね、なったんですけども、まあ、僕のね、個人的な意見としてはですね、レベル4、まあ、公認大会はですね、レベルがありまして、320人以上のね、エントリーがあると、レベル4、プラチナ称号のね、大会になるんですよ。で、今のところ、レベル4到達してる大会がですね、まあ、ありがたいことに僕の大会しかないということで、まあ、参加者の方にとってもね、プラチナ称号、レベル4の大会というのは、かなり貴重な大会になってるんじゃないかなと、個人的には思ってますので、できるだけレベル4がね、延長すればレベル4に到達するような人数であれば、今後もね、延長もしかしたらしていく可能性がありますので、まあ、30分はね、少し長く取りすぎたかなと、まあ、反省してるんですが、15分、10分ぐらいの、ね、延長は、レベル4がね、近ければ、まあ、今後もね、延長していこうかなと思いますので、まあ、ぜひね、よろしくお願いします。レベル4をね、延長なしで、まあ、レベル4をね、開催できるぐらいのね、まあ、知名度だったり、集客能力をね、今後ともね、僕含め、まあ、つけていきたいと思いますので、ぜひね、皆さん、今後とも、ユハイチャンネル、そしてね、第4回、第5回かな ?3 月19日にね、第5回ユハイ公認大会がありますので、ぜひね、皆さん、事前にね、エントリーしていただければなと思います。ということでね、今後ともよろしくお願いします。ということで、早速ね、デッキ紹介に行きましょう!行くぞ!さあ、まあ、優勝レシピなんですけども、アクアサーファーのね、ピン刺しだったり、まあ、ヘッドのピン刺しだったりね、結構ね、調整の色が見えまして、まあ、動き方としては、まあ、皆さんね、もうご存知かと思うんですけども、ババンバンにつなぎながら、トワ流ディメンジョン本で、ドラビタとかディアスゼータをね、踏み倒して勝っていくというデッキになっております。めちゃくちゃね、強いデッキですんで、ぜひね、皆さん使ってみてください。よろしければね、年内チャンネル登録者2万人目指してますんで、ぜひね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてですね、3月19日の日曜日夜8時から、第5回ユハイ公認大会がありますので、ぜひね、エントリー概要欄とコメント欄からよろしくお願いします。ということで、早速ね、試合の方に行きましょう!行くぞ!はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、アクアサーファー、ジャスミン、流星ホール、リップル、母なる第一、流星ホールでね、始まったオープニングハンド。さあ、ジャスミンから、入れるし、相手は多分だけど、ドロマーエイリアン。ドロマーエイリアンはこのデッキは、まあ別に不利じゃないね。全然いけるよ。ジャスミン、ライフ流星ホールかな。まずブーストを優先に戦っていきましょう。で、ライフが落ちる。リップル置きかな。リップルはね、一応マナ爆弾も持ってるので、さあお使いで、リソースをしっかりと回復してくる。ダビクラズに流星ホールのガイアルカイザーが間に合っていくので、さあとりあえずここはもうリソース回復じゃなくて、マナをね、貯めながら、ババンバンバンをね、このデッキは出せるだけで、もう勝率がね、アホみたいに上がるので、とりあえずババンバンの着地を狙っていきましょう。トップが流星ホール。じゃあこれは一旦、流星ホールで、まあいいかこれ。3000以下で、とりあえずクワトロファングで。陰謀がね、陰謀されたら流星カイザー、引っこ抜いてもらうんで、全然いいです。さあ、あとはドンスイとかもあるからな。さあ、ガガアルカリアス。さあ、希望の新兵隊ファンク。はい、全然大丈夫。さあ、ここでブーストして、8マナになりましたね。さあ、リップ。
ップルババンバンでもブーストかな N、 あー難しいけど一旦リップルババンバンはまあまあ確定として、さあ一旦ここでリップルでババンバン出していきましょう。ババンバン回収だね。これ出せたら最強だねまあ出せたらやばいか、さすがに頭おかしいが強いな、それは。なんでここで、まあ一応、ババンバンと N ワールド、流星カイザーがいるので、さあ、ガガルカです。全然 OK だね。ここ殴ってくるかな？反転パンチしてくる可能性は全然ある。そう、ガガルカね、出されるから、これはやっぱりね、母なる大地よりかは N ワールドの方が。でもね、12500ね、パワーライン高すぎて全米涙するんですよね、これ。だけど多分相手次スピードアタッカー準備できないので、こっちはもうババンバンから入ってマナーを貯めまくって、あとはディメンジョンホーン流星カイザーでいいかな。これで OK でしょう。でこれで18マナになりますね。そうすればドラビタの裏返しとキルが出る。でそれはトバリューでスピードアタッカーになるのでリーサル取れますよねっていう話になってきますよ。さあどうする？7マナ。多分だけどスピードアタッカー準備できない。さあ地獄門デスゲート。これでさあ特攻人形ジェニーでしょ？あ、セブン、あ、落ちてないか。ジェニー。でかすぎ。ジェニー落ちてたら結構地獄だったけど。さあ回収。で3点パンチ。盾が全て滅んでしまいますが、割とそれは問題はない。さあトップがディメンジョンホーン、さあ足りますね。19マナありますので、トワリューとディメンジョンホーン、ディメンジョンホーンがここでね爆弾をしてしまう。さあここででタップスキルでドラビタキル、そしてあとはデビルディアボロスの裏返し出せば、デビルディアボロスじゃねえの、ディアスゼータか。カード名間違えすぎてもう涙出てきたわ。これで、そうだね、ディアスゼータの裏返し、ディアボロスゼータですね。デビルディアボロスは10マナの方なんでね。これで相手はもう、ほぼほぼクリーチャーが立たないし、一応ガがあるかだけ取っておきましょうかね。何かあるかわからないので。さあ、4点パンチ。でまあ、トリガー来たとしても基本的には負けないと思うけど強っ。あ、コロリンのせいでリーサルなくなったか。ではととは、いや難しいねこれは。でも強いわ。まあ、盤面にはクリーチャー立たないけど打点が足りなくなりましたねこれで。まあでもさすがにこっから入れる保険なんて相手ないと思うので、あったらドキモノクはさすがにあるかないのか、あるのかないのか。さあ地獄門デスゲート、そしてデストラーで盾増やしていくぞと。だけどね、でザビデモナは立ちません。だから出た時効果は発動するしないのか。なんとも無情なザビデモナでもなって感じでやらせていただきます。さあベルリンの壁、さあ壁が崩壊します。でこれはもうトワリュー、そしてこれも何でもできるからね。もうバウンスもされないんで、ジャスミンで、これマナにさヘッドとか落ちてなかったっけ。さあ一応盤石にしましょう。何があるか分からないのがねこのデュエルマスターズの世界なんで。種まいて、種まいた結果鬼丸ヘッドに生まれ変わりますよと。さあ母なるデイチ、さあジャスミンマナに置いて、さあ鬼丸ヘッド、これ紙だと3マナでねできてたというね。さあこれガチンコジャッジも勝っていきましょう。さあビクトリーラッシュでさ盤石のガチンコジャッジ完璧だ。さあエクサルターン、これでまあどんなトリガーが来たとしても勝ちですね。ということでドラビタでダイレクトアタック対戦アドシャー。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドなんですけども、流星ホール、ジャスミン、アクアサーファー、ディメンジョンホーン、母なる大地でね始まった
オープニングハンド。さあこれアクアサーファーを置いてジャスミンかな。でまあマナ加速しながらやっていこうかなと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。さあカバエサーベーサーです。ベーサー流星ホールなんでこれ暇な落ちてほしいね、このジャスミンで。さあジャスミンシークレットで差をつける。さあ種まいた結果、さあ希望の花となって幸いのワールド。ヒマナーが落ちないとね、希望の花にはならないんだよな、ジャスミン。残念ながらガガールか、またエイリアン。さあフェアリーライフ、さあなんでこれはヒマナー確保しながらフェアリーライフ、流星ホール、マナ加速、クワトロファング、トップ、ババンバンの勝ちです。こんな理想ムーブ見たことない。3マナ使ってお使い失敗しろ。ああ成功だ、初めてのお使いは成功したようです。さあトップオブザデックがフェアリーライフなんで、これは最強なんじゃないか、このトップライフは。これはクワトロファング、いやでもどうだ、これ一旦だよね、4マナもうセブコアクマンとか出させねえぞっていうね、そっちの方が相手うざいんじゃないか。いや刺さる刺さる、この流星カイザー地獄なんじゃない相手からしたら。さあボルシャックスーパーヒーローで次トップババンバンな感じでしょ、これ見えてます、勝利への道筋が、勝利への布石が見えております。さあ特攻人形ジェニー、特攻するハンドが僕にはない。トップ大地の恵みババンバンバン、はい16マナ、もう最強ですよ。あとはトップ N とか欲しいね。N とか N が2枚落ち、トワリューもかなり落ちてるな。結構強いカード落ちてますね。さあエルドラード天文か、決して屈することはないっつって。さあ陰謀、次天文来るね、次天文が来てしまう。さあブロンズ、トップがあまりにも弱い。あーさあブロンズ、いや危な、これ次トップブロンズだったんでしょ、危なすぎない、次もトップブロンズだったら俺マジ大パンしてたで間違いなくね。さあさあエルドラード、さあ陰謀、いや強いな、こっちこんなに学んのにさ大地でもいいんだよな。いや希望の花とは詳しく、希望の花なんかじゃないよマナが。待って、そんなにトップ弱いことある。さあ特攻人形ジェニー、さあ相手も結構事故ってんだからな。さあ大いなる導き、頼む俺に大いなる導きをくれ。さあトップなんだこの切り札、ヘッドパワーが高いんだわエルドラード、なんでヘッドとかサファイアよりパワーライン高いの。あでもこれエクストラターン付与して次のトップにかけるしかないかもしれんな。さあ行ってこい、ビクトリーラッシュ、敗北宣言だよこれも、エルドラードの前には勝利宣言じゃないよ。ああもうジャッジも負けたらもうわけないぜ、何踏み倒されるの、もう天文とか踏み倒されたら終わるで。でも天文持ってたらさっき売ってたしなーっていうのもあるからブロックだよね。しかもさエクスロダンも付与できてないからね、もう踏んだり蹴ったり踏んだり蹴ったりチャンネル。いやー、序盤までありえないくらいの理想ムーブしてたのにもかかわらず、ここで大失速。ネーログリフィンドール。我に続けない。さあ、トップが第一の、いや、待って、トップ弱いな、俺。発狂しちゃうよ、そんな。いや、だから出すしかないんで、決して屈することはない。何されるの？何されちゃうの？何踏み倒されちゃうの？ザビデモナで？デモナってか、ないの？なんなの？なんだなんだそのハンド。こんなにあるのに、トリガーも次回クリーチャーもないなんて。まあ逆にこっちからしたら追い風ですけどね。こっから、こんな理想ムーブして負けたくないので。さあ。我に続けるか？いやー、なんでだ。これでもまだ全然あるんだよな。ドラビタで完封とか。リップル！リップル入ってる。お待たせだよ、本当に。で、Nワールドだね。もう N しかないんかい。
え、でもいいよ。その N 最高だぜ。8マナあるから、まずエルドラーだけバウンスしてえわ。ほい。あ、ちょっと、微妙い。微妙いな。もう一回 N 行くか。この N に、すべてをかける。ただ N ワールド。だがね、大丈夫だよ。すべて、ルテーせよで、ルテーした結果が、おかしいだろ。あまりにも。なんなんだこのポーカーは。だがまだわからねえよ。申し訳ねえけど。俺も次のトップに全てをかけたからね。悪いな。こんなところで負けるような俺じゃない。ユハイチャンネルじゃないんだ。こんなにね、序盤理想ムーブして負けるか、ネロ天文にも勝てるということを僕は証明したい。証明しなければならない。それが実況者の定めであり、宿命であり、命題だからなのだ。なんか相手の反動があまりにも強い。なんで相手はエノワールドで強いの？見てこの流星ホール、ライフライフライフ流星ホールだよ。こんなポーカー見たことないよ。こんなに綺麗なポーカーありますか？さあ、ガガルカで呪文も封殺されたら僕の手札全部バニラになるよ。バニラとかじゃないよ、もう。全部これブライオキゴンタだよ、これ。助けてもらっていいですか？でも大丈夫。次のポップ。母なる大将が来てくれ。はい。ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけども、流星ホール、流星カイザー、ババンバン、ジャスミン、アクアサーファーでね、始まったオープニングハンド。相手のデッキタイプは何かなといったところで見ていきましょうか。さあ、煉獄スクラッパー。まだわからないね、煉獄だけじゃ。さあ、一旦ジャスミンから入りたい。ババンバンは絶対キープ。もうババンバンはね、マナ爆弾持ってても、8マナで出せる方がやっぱね、強いんで、さあ、私の命が、希望の花となろうか。で、次ね、なんか、したいけど、何か引けるものないかな。動けるカードが欲しいね。鈍水しか、あー、トワリュウ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 何のためのトワリュウなんだ、お前。さあ、トップオブザレッグ。これはヘッド。鬼丸ヘッティング山田。さあ、何もできない。何でもないような。ことが幸せなんだと思う。さあ、流星ホールかな。でもこれね、流星カイザー置いたことによって、おっとっつって、これもう一回特攻人形出してもええんちゃうかみたいなね。相手が油断してきたらそれはもう完璧ですよ。しっかりとバゴパン出していこう。リソースだとまずこれ N をね、持ってこないといけないから、ブーストより N です。これね、マットロックなんで。君はロックなんて聞かないって思いながらリップル。そう、リップルめっちゃ強いんじゃないの？なぜかと言ったら、リップルで、N ワールドを持ってこれる。だが、このリバイブホールが上振れてしまったら、僕に未来はない。頼む。頼むよ。希望を見せてくれた、ボルグサンダー。ボルグサンダー。削り取るな。さあ、オッケー！下振れた。これでさ、次、来ないよな。マットロックは。さあ、ライフ置いて、さ、リップル N だね。N 間に合ったんじゃない？さあ、ヤッホーと言いながらの N ワールド。で、ジャスミン。さあ、種をまきましょう。で、ライフ。で、次 N だね。で、N 出しながら、またね、トワリュウとか、まあ、ババンバン出せるのが一番強いから、マットロック、たまに当たるね。マットロックほどうざいものはないからね、マジで。さあ、ライデン。ライデンオア、ミカドオア、なに、これさ、また特攻人形ジェニーとか出してきたら、熱い展開になるんじゃないの？デスゲート。あ、これジェニー蘇生だね。あ、でも N でないのか？あるっけ？あるよな。なんかめっちゃ重い。このラグは流星カイザーが落ちるという布石。スイートスイートスイートです。
俺は勝ったんじゃないでしょうか。殴ってくる？また犬いけるからね。あ、てか、あれだわ。あれ、ボルグでジェニー押してんのか。泣いてんの俺。さあ、ハーナル大地。やっぱ全然試合の状況をつかめてない。喋りすぎてて。だから勝つんですよ。試合の状況を読めてなくても、勝ってしまう。これが、ディメンジョン4の強さです。もう何言ってるか分かんないもんね、もう。何を喋ってるか分かんなかったから、自分自身で。さあ、そういうわけで、ルーティンします。さあ、これは一旦、いや、いいか。まず取るか。ジャスミンは第一、次ババンバン、でも次ババンバン行けば勝ちだしね。もうマットロック来たとしても、トワリュー2体はもう正直どうしようもないと思うから、殴るわ。墓地も溜まってないから、闇のオーダーもトリガーにならない。ここでデスゲート引く分にも全然いい。さあ、トリガー発動で、オッケーオッケー、ほらね、ボルメテルズホワイトフレア。ここでね、やっぱね、引いておくことによって、完璧なんですよ。んで、これどうすっかなって感じだよな、相手は。さあ、地獄門デスゲート。でもこれね、もう、ボルグサンダー出されたところで、ミカドガンビかな。さあ、んで取られますが、もう第一の恵み、ババンバンバンで、基本的には勝ったと思われます。さあ、特攻人形ジェニー。ババンバンだけやめよ。ババンバンだけやめたー。ひどくないか、あまりにも。すべてが、理にかなっていないのでは。だがよかった、さっきジャスミン出していないことによって、帝をかいくぐれましたね。で、母なる大地。ペットなんていました？いますよね。これ大丈夫？縦にいっていい？エクサダン！なんで勝てねえんだ。なんで、まあ、でもマットロックジャッジ強い説ある。頼む。やめて。トワリューだけ。やめて！誰かあるの？こんなに縦強いことある。サトリガー初。なんでそんな強い？てかホワイトフレアはリーサルなくなるだけで別に回答にはなってない。いや、これね、ガチンコジャッジで勝ってれば勝ってましたよ。当たり前ですけども。こんなことは。どうするんですかね、これは。でも、まあ、こっから負けなくない？まあ、ホール系でボルグの落ち方によってはワンチャンマットロックが出るっていう感じにはなってくんのか？でも、さすがに勝ったよね、ところで対戦。あ、どうしよう！はい。ってことで、対戦の方、よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、フェアリーライフ、母なる大地、サイバー N ワールド、ババンバン N ワールドでね、始まったオープニングハンド。希望の新鋭隊ファンカー。流星ホール。まあ、流星ホールかな。マナ基盤揃えたいので、で、ライフから入って、まあ、マナ加速しながら、まあ、最速でマナ加速しながら N ワールドなんていけたらね、かなり熱い展開にはなってくるのかなと思いますけども。さあ、相手が、まあ、次のね、動きがこっちも見えてないので、動きが欲しいなと思うところ。さあ、ジャスミン。さあ、種をまきましょう。で、流星カイザー、トワリューですね。サーカーサファー。いや、動けないね。んで、5マナ。で、ブレインチャージャー。さあ、相手も着々と動き、あっ、かっ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 か、ここでね、流星ホール引けなかったら、マジで、地獄だったので。さあ、ここで、四つ木はマナ加速。ババンバン出せれば、なんだかんだでね、一番強い動きなので、ギフトがね、やっぱりニューディビジョンにあれば、全然環境変わってくるだろうね。まあ、ギフトアホみたいにパワーカードだからね。7マナ。あ、ドンスイ。さあ、ドンスイで、さあ、フェアリーライフ。
で、ライフ打ってくるって感じかな。で、バウンスされる。こっち N 出しづれえな、そうなってくるとな。さあ、母なる大地。トップが N ワールド出しづれえなって言ってんのにトップで来るんじゃーんね。だからね、もう次ババンバン一択なんで。でも相手もね、だいぶまだ溜まってるから、強えんだわな。さあ、ボルメテウス、ブラックドラゴン。強いけど、いやーもうでもこれ、N 出せないしな。まあ一旦ババンバン出せば、ババンバン出してからの N であれば、全然バリューはいいか。さあ16マナ。こうなってしまえばぶっちゃけぶっちゃけだね。さあ希望の親衛隊ファンク。まあファンクはそこまでファンクって感じだから、スルーで OK。あとはどうすっかって感じやな。このね、N ワールドに全てをかけるしかないかもしれないけど、フォアリュー出してもいいかな。いやーでもな、ブラックをどうにかしないと、あ、ライフライフライフでやらせていただいてます。さあ、第一。悪くはない。あれれ、リップル、いや違うか。リップルマナーバクタン。7。ん？違うな。むず。一旦、トワリューババンバンで上から踏む、あ、相打ちになるのか。これで、OK だね。で、8000、8000の相打ちだ。これ、マナを置いたら最低ですからね、これ。これ、マナを置いて落ちにするなんていうことは僕しませんから、安心してください。こんなね、わざとらしい落ちは落ちじゃないのよ。落ち欲しいけどね。さあ、流星カイザー。これでまあ一応ファンクのせいでトンカチができない。さあ母なる大地、リップル大地か、リップル大地で、でヘッドか、ヘッド回収だけど、そっか、トワーリュー、そか、相手にもトワーリューがいるから、どかさねえといけねえんだわ。ディメン情報出すためにも。で、ジャスミン出しとくか。そっかそっかそっか。いや、難しいねえ、このデッキは。一応ジャスミン取っとくか。で、次に、第一ヘッド。第一出して、第一をリップルに当てて、ディメン情報出して勝ちかな。10マナ。流星掘る。で、プリンプリンで、フォアリュー止めるって感じか。だけど、うわ、第一だけやめて、ヘッドヘッドヘッド、ヘッド、マジヘッド。いや、これで第一が残ってなかったって、ちょ、もう、とことんついてねえわ、今日。ついねー、負けちゃった、本当に負けちゃったよ。ババンバン、親の顔より見た。まずエクされたんだな。まずエクされたを取ろう。勝たなきゃ意味がない。なんでやねん、ほんまに。だけどトップジャスミンの世界線を回避したと思えば全然いいわ。さあ、ブレインチャージャー。さあ8マナで、うわー強っ。さあディスティニーだが、トンカチすればいいか。これでどうだと。第一強い、勝ったわ。まあでもこれヘッドイケニーにすっからあるよね、ディメンジョン本で。プリンプリン4000だからトンカチされないよね。え、これタップして出されなきゃか。タップしたやつだと違うよね。普通にアンタップ状態で出るような、ディメンジョン本。で、これで、そういうことだ。うわー